まずは準決勝一つ目のカードです。まずは登場はコウスケ。さあニューバトルセミファイナル1でございます。まずは第1試合目のウィナーコウスケが登場。対するは第2試合目のウィナーユーリユーリ VS コウスケ、コウスケ VS ユーリです。出てきましたね。ゴリゴリバトラーと言っていいですか。はい、お互いバチバチだと思いますね。なるほど。まあ、コウスケはもちろん、うん、あの過去5大会全てで表彰台に上って、はい、優勝経験もたくさんあるので、はい、もうもちろんあの言わずもがな絶対王者なんですけれども、うんうんうん、それに対して勝てる努力をずっと多分仮想的コウスケを目標に練習してきたんで、はいはい、意外ともしかしたらこのコウスケ相手っていうのはもう隠す必要ないからやりやすいかもしれないです。有利にとっても。なるほどね。今のねバトラーの中の、まあ、筆頭コウスケと、まあ、ここの壁を越えないと望んだ世界に行けないというチャレンジは有利みたいなところなのかな、ね、安定感のコウスケと爆発力のある有利っていう感じですね。どういう結末になりますでしょうか、はい、画面越しの皆様方セミファイナル1でございます。先攻コウスケ、後攻有利で参ります。3ターンずつ、それでは参りましょう。ニューバトルレディースタート。終了。準決勝一つ目のカードでございました。先攻がコウスケ、後攻が有利ですと。勝った方が決勝戦ファイナルに進出、負けたとしても3位決定戦がございます。それではジャッジのお三方よろしいでしょうか。イエス、ジャッジメントタイムです。参ります。それでは3、2、1。
2、1、ジャッジ。3対0、ウィナーはコウスケに決定。3対0、ストレート勝ちでコウスケ決勝戦進出決定と。ムーブにやっぱり貫禄がありますね。ちょっとあの仕上がりが違ったかもね。はい、まあ、あとはユーリは爆発力はあるんだけどやっぱりリスキーな技が多いってところで、うんうん、1つミスをするとそれを取り戻すのにさらにリスキーにいったなるほどところで立て直せなくなっちゃったのかなっていう。なるほど、ちょっと惜しかったね。はい、まだまだも、ね、でもユーリも若いんで、うん、これから経験積んでもらって。なるほど、はい、まあ、とはいえまだユーリも3位決定戦もあるし、そうですね、コウスケの決勝戦の方もちろん注目してもらいたいと思います。初の表彰台目指して。なるほど、いいですね。はい、さあ